時間という波に一人取り残されてしまって、誰も僕のことなど少しも見えていないようでした。うつむいてなくしたものをどこかと探して回ったところで、その波に全てを流されてしまった後でした。タイムライナーが眺めて歩き続けたって、目の前のことでさえ確かに見落としてる。一人では世界を生活の縛られてばかり、旅に出る理由はみんな見栄えを気にしてのことでした。みんな自分たちの目的地なんかよりタイムラインを気にしちゃって、大事なものを見落としてることにも気づきませんでした。タイムラインばっか気にして迷い続けても生きる意味でさえまだ見つけられない。離れた誰かに届くものなんてわからない。それでも声が枯れる距離はこんなに近いのに時間が僕とすれ違ってる。いくらルーズを回したところで今の君とは言えなくて、壊れた心で何かを探しても時間は溶けてる。